忍那寺。忍那寺は、京都府京都州京区五室にある真言、宗小室派宗本山の仏教寺院。三号は大内山。本尊は阿弥陀如来、会期、創立者は、歌天皇。古都京都の文化財として、世界遺産に登録されている。皇室とゆかりの深い寺、門関寺院で、出家後の歌法王が重視したことから、小室御所。 を、室御所と称された。明治維新以降は、忍那寺の門跡に皇族がつかなくなったこともあり、旧御室御所と称するようになった。尾室は、桜の名所としても知られ、春の桜と秋の紅葉の時期は、多くの参拝者で賑わう。つれずれ草に登場する、忍那寺にある奉仕の話は著名である。当時はまた、歌天皇を竜祖とするかどう、お室竜の家元でもある。 普段は境内への入場は無料であり、5点、霊峰館の廃館のみ有料となる。ただし、お室桜の開花時、4月に桜祭りが行われ、その期間は、境内への入場にも廃館料が必要となる。宿坊で、宿泊客を受け入れている。お室会館のほか、松林庵、勝利庵を改修して、高級宿坊としている。任那寺は、平安時代初期、 高校天皇の直眼で、任那二年、886年に建て始められた。高校天皇は、寺の完成を見ずに翌年崩御し、意思を引き継いだ、歌天皇によって任那四年、888年に、落成した。当初、西山五眼寺と称され、やがて年号を取って、任那寺とこうした。歌天皇は出家後、任那寺伽藍の西南に、お室。 室と呼ばれる僧帽を建てて住んだため、お室、仁和寺御所の別称がある。仁和寺の初代別当は、天台宗の優先であったが、歌天皇が新言宗の駅神を開始として出家したのを機に、別当を同じ新言宗の関権に交代させて、新言宗の寺院として定着。その後は、歌天皇の子孫が別当を務めてきた。十一世紀に三条天皇の子である昇が、 別棟の上に新設された県業に任じられて、以降は皇族の指定が入る寺院とみなされるようになった。なお、お室の旧地には現在、忍那寺古典と称される御所風の建築群が立つ。御所跡地が国の史跡に指定されている。忍那寺はその後も皇族や貴族の保護を受け、明治時代に至るまで、里志法法親王など、御子や皇族が歴代の門跡、 住職を務め、最後の皇族出身の門関は、伏見宮淳紀とし、法神皇、後の正松宮昭紀と神皇、門関寺院の筆頭として、仏教各州を統括していた。非皇族で、任な寺門関になった人物に宮上道家の、古宝介と、足利義光の古法村の二名がいるが、共に、当時の朝廷における絶対的な権力者の息子で、 かつ後に受合に除せられるなど皇族門跡に匹敵する社会的地位を有していた。室町時代にはやや衰退し、王仁の乱、1467年から1477年でが乱は全焼した。王仁の乱の最中、本尊の阿弥陀三尊像は持ち出され、消失を免れた。忍那寺が本尊と共に、並びが丘の再録へ移された時期があった。 近世になって、官営年間、1624年から1644年、徳川幕府により、仮覧が整備された。また、官営年間の皇居、現、京都御所建て替えに伴い、旧皇居の四神殿、清涼殿、常御殿などが、忍の寺に貸しされ、境内に移築されている、現在の近藤は、旧四神殿。この江戸期の再建に際しては、門跡補佐の僧。 検章が尽力した。忍寺で使われているのき丸瓦、忍寺の自合入りのデザイン、再建される、ガランの配置構想や混同にまつる、フッツソンの剪定を行った。忍寺霊法館に検章承認像が収蔵されているが、小さく、遺体も、検章が普段に使っている裟を身につけているという。また、経典、密教経典の儀器などの盛況、忍寺に伝わる。 古文書の管理、収蔵のために、共造の混流を発願し、完成させた。第二次世界大戦終盤、日本の敗戦が濃厚となったため、昭和20年、1945年1月20日以降、数度にわたり、この絵踏みまが、仁和寺を訪れ、昭和天皇が仁和寺で出家する計画について、当時の門跡と話し,し、出家後の居所などを検討した。 1>, 1月26日、この絵ふみまろの別荘において、この絵ふみまろと昭和天皇の弟宮との間で、昭和天皇の出家について会談が持たれた。霊明殿に掲げられている変額、霊明殿の文字は、昭和20年、この絵ふみまろが忍那寺を訪れた際に記号した絶筆である。天挙2000年、平成12年までに、指定の国宝、 重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。1827年、文政10年に、任なじ、第29世文跡であった、笛エ委員、イ室、清ム都市法神堂が、四国88箇所を巡配ができない人々のために、発願し、 ニン寺,寺寺侍、久富尊海守るに命じて、四国八十八箇所各札所の砂を持ち帰らせた。忍ン寺境内の城樹山に四国八十八箇所を模して、同じ数の八十八境の銅を設けて、持ち帰った砂を設けた銅に埋めたことが起源とされる。城樹山に四国八十八箇所霊場を小規模に再現した巡礼地である。各札所にあたる小規模なが、 約3キロメートルの山道沿いに点在する。八十八境の道には、実際の四国八十八箇所の札所の寺院と同じ、本尊と工房大師を祀ってある。常寿山八十八箇所とも称される。また、かつては、おむろ仁奈寺常寿山八十八箇所スタンプ俳句が、仁那寺主催で、年六回行われていた。仁那寺の桜には特に、おむろ桜の名がついている。 江戸時代から名高く、帝通る元年の、幼州府市には、今尾室清水為一層、京方三年の貝原駅県の、京城小欄には、春は、この境内の奥に八重桜を押し、落中落外にて第一鳥栖と絶賛されていた。約に百本あり、八重咲き。樹高が低いのは、この地の岩盤が硬く、深く、根を張れないためという。花。 花が低いということから、オタフクらとも言う。このことから京都では、背が低くて、花が低い女性のことを、オムロの桜のようなと評することがあるという。満開は、例年4月20日過ぎと遅く、桜の名所の多い京都で季節の最後を飾る。オムロ桜は日本桜名所100選に選定されている。クローン技術による増殖の研究が行われている。 おむろ桜でよく知られることから、需要品として、桜がデザインされたお守りがある。また、人工ではない、植物の四つ用のクローバーを使った、お守り、幸福種、縁結び守るがある。霊明伝本尊の薬師如来にちなんで、薬師如来の縁日である毎月8日に限り、近藤前の事務所に申し出ると、有料であるが、薬師如来のご朱印を受けられる。 忍那寺ではたまに参道に客席を設置してライブを開催することがある。ライブを行うのはメジャーからマイナーアーティストまで幅広い。国立歴史民族博物館の急高給料取調べ庁データベースより算出した幕末期の忍那寺寮は以下の通り十三村1581国余り。2013年7月労働基準監督署は 忍那ナジが経営する宿泊施設、小室会館で働く、料理長が月200時間の残業により、うつ病を発症したことについて、労災を認定した。料理長は2012年8月に、うつ病の診断を受けたため休業したが、うつ病発症前年の1年間の勤務日数は356日に及んでいた。その後、 休業中や時間外の未払い賃金4700万円を求める訴訟を任那寺に耐いて起こした。2016年4月12日、京都地裁で任那寺に約4200万円の支払いを命じる判決が下された。判決理由で極めて過酷な長時間労働を強いて多額の時間外手当を労働基準法に違反して支払っておらず悪質とし、 業務と発祥との因果関係も認めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。